免許の種類右から10番目が、葉っぱ技師免許。ウムランの位置は、限定条件なしを表す。葉っぱ技師は、労働安全衛生法に規定された国家資格の一つであり、葉っぱ技師免許試験に合格し、都道府県労働局長から免許を交付されたものを言う。採石現場や建設現場などで葉っぱを行う際に、選考、装填、決戦、点火、 不発の際の残薬点検と処理などの業務に従事することができる資格である。この業務には、葉っぱ技師のほか、火薬類取締法に定める、火薬類取扱保安責任者、鉱山保安法に定める、鉱山保安技術職員も従事できる。免許を受けるには、試験合格に加え次のいずれかの要件を満たす必要がある。いずれも東京労働局長へ交付申請する。 なお、これらは2012年3月31日までは、免許試験受験時の受験資格要件として定められていたものであるが、法改正により、2012年4月1日以降は、免許交付時の免許交付要件の一つに改められている。葉っぱ関係の学歴や実務経験がないもの、またはこれから葉っぱの業務に就こうとするものなどを対象に、 社団法人全国火薬類保安協会が地域別に行う講習で2日間にわたって学科と実技が行われる。終了すると葉っぱ技師試験の免許交付要件が満たされる。座学講習終了試験見学、火薬類の装填、電気来館の決戦、対比、点火、葉っぱ後の点検等を演習。電気葉っぱ試験は学科のみで実技はない。 火薬類の知識火薬類の取り扱い葉っぱの方法規定なし。誰でも受験できる。2012年3月31日まで葉っぱ技師の受験資格要件として定められていたものは法改正により2012年4月1日以降は戦術の免許交付要件に改められている。ありがとうございます。